はい皆さんこんにちは A&J ア,アカデミー放送サッカーコース一期卒業生のチ、えーまあ、ちゃんこ,こと小林洋平でございます。えっ、ー、と現在はですねえっ、ー、と宮瀬祈さんの「メロディーフラッグ」という番組だったり「えー、桜とした醍本日」だったりあと内田真彩さん内田悠馬さんのご兄弟の番組をそれぞれやっていたりあと A&J ア,ア,アカデミー的に言うと伊沢しおりさんと立花梨花さんの番組とか「なるかさるか」という番組ですねやっていただいていろいろ担当させていただいております。 えと僕がアカデミーに入ってたのはもう10年以上前のことでして、えー、と今だと浜松町で勉強することになると思うんですけどこれからアカデミーを目指すという方は、うん、四ツ谷で当時勉強していまして全然もう本当に右も左もわからないままただラジオが好きだというだけで僕はアカデミーの門をねたいたわけなんですけど。 あの実際にこの文化放送のスタジオとかでこう勉強ができたりとか、えー、番組見学があったりとか結構学ぶべきことはやっぱり、えー、多いと思うので是非ちょっとラジオにとにかく興味があるよという方は是非のエアカデミーに入っていただいてあの放送作家を目指したいとか、まあ、ディレクターコースもあると思うのでディレクター目指したいという方はそちらへ行っていただいてもいいですし、あのー、こうラジオに興味があるというね皆さん今何にもリスナーあの,あの,あの僕もそうなんですけど リスナーとしてこうメールを投稿したりは全然してなかったんで、そういうなんか能力が必要とかは一切ないと思います。ただ、あの楽しむというか、ラジオ愛があれば、えー、いろいろできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもエアドジアカデミー入ってみてください。アカデミーに入ると高級時計が買えます。ということで。以上ちゃんこでした。